クリスマスイブに起きた小さい小さいサンタさんからのプレゼントの話です。それではどうぞ。この話は、登場人物の方にはあらかじめ許可を取ってありますが、プライバシーの関係上、詳しい年数等は言わないでおこうと思います。これは、自分が建設関係の仕事に携わってるんですけれども、地域の方とですね、結構挨拶交わしたりだとか、立ち話したりとかすることが多いんですけど、その中でまあ差し入れをもらったり、揚げたてのコロッケをもらったりとか、なんかいろいろあるんですよね、嬉しいことが。で、そんな中で自分なぜか小さいことを年配の方にすごく良くしてもらえるっていうか、好きになってもらえるんですけどね。まあそんな中で起きた出来事なんですけど、12月24日クリスマスイブですよね。まあ街中クリスマス一色っていうか、プレゼント買ってったりケーキ買ってったりとか、なんかいろいろそんなザワザワしてるんですけど、まあうちら建設関係の人間にとってみれば普通の日常に近いで、まあその日も作業あったりとかいろいろして、まあ5時近くになって、みんな職人さんがずら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 帰ったりとか、通勤者車でお疲れって帰って出てったりしたんですけど、もう残りが自分だけぐらいになった時に、もう工事用のゲートって言って、こうガラ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 ってこう大きい門みたいなの閉めて、さて帰ろうかなと思って、リュックに自分の私物を入れたりだとか、ヘルメットを置いたりだとかしたんですけど、その時に、まあ工事やる時って目隠し用のこう高いこう壁みたいなのがあるじゃないですか。その向こう側から、すいません、おじさんいますかっていう可愛い声が聞こえたんですよ。あれどうしたのかなと思って、自分がガラガラっとその工事用のゲートを開けて外に出てくと、まあもう12月なんで夕方5時って言ったらもう外暗いですよね。そしたら近くのガードレールのところにお母さんといつも声かけてくれる小さい女の子がいたんですけど、で自分が、ああこんばんは、どうしたのって話しかけると、お母さんのところからタタタタタタッと女の子だけ近寄ってきて、自分もその女の子が近寄ってきた時に腰を下ろしてしゃがんだ状態で女の子と目線を合わせて、どうしたのって聞くと、女の子はこう言ったんです。はい、パパの好きだった苦いやつって言って、自分にポンとあったかい缶コーヒーを渡してくれたんです。その瞬間にもう嬉しい気持ちやら感動やらいろんなものが自分の中で混じっちゃって、すぐにでも、うわーあったかいなー、どうもありがとうって言えればよかったんですけど、鼻の奥がツーンとしちゃって言葉が詰まっちゃったんですよね。それと同時にしゃがんでたんですけど、自分膝から地面に崩れ落ちちゃったんですよ、あまりにも嬉しくて。それで女の子になんとか気力を振り絞って、鼻の奥がツーンとしながらも、どうもありがとうとだけしか言えなかったんですけど、気持ちを伝えたんですよ。その言葉を聞くと、女の子はお母さんの待っているところにタタタタタタッと駆け寄ってったんですけど、その時にパッて振り返って、メリークリスマスだよって言ってくれたんですよ。まだ鼻の奥がツンとしてたんですけど、自分も振り絞って、メリークリスマス、ありがとう
あったかいうちに飲むね、なんとか言ったんですよ。それで待ってたお母さんもメリークリスマスって言って手を振りながら、その女の子とくるっと振り返って家の方に向かってったんですけど、何回か振り向いてバイ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 言ってくれたんで、自分もそれに地面に膝をついたまんま答えました。もうなんとか帰らなきゃいけないんで、立ち上がってリュックを背負って帽子をかぶって駅までの700-800メーターぐらいの距離ですかね。もう泣いて目は赤いですし、腫れぼったいですし、それを隠すのに帽子を深くかぶって、まあその日は家路に着いたんですけど、その女の子と、まあそのお母さんと、その現場が1年近くあったんで、何度も何度も話しかけてるうちに、ここからは皆さんにご想像にお任せしますが、その喋ってる間に自分知っちゃってるんですよ。はい、パパの好きだった苦いやつ、パパの好きだった苦いやつ。この仕事をしてて辛いこともありますし、いろいろあるんですけど、そんな幸せな出来事がたまに起こると、この仕事しててよかったなと思います。日常の中で視聴者の皆さんにも小さくても素敵な出来事が起こりますよ、心から祈ってます。それでは今日はこの辺でバイバイ。黒龍でした。イエイ。はい、最後までありがとうございました。もしこの動画気に入ってもらえたら、チャンネル登録、評価ボタン、あとはコメントなど、あとはベルマーク押してもらえると、次の動画とか上げた時に通知が来ますんで、ぜひともよろしくお願いします。じゃあ俺が C で調律すればいいってこと？それ C だった？C、これ C 高くね？ハイ C じゃねこれ。